ゾイドワイルドの全てを知る男、パーフェクトヒューマン片山だ。自分で組み立てて動かして遊ぼう、リアルムービングキットゾイドワイルド。今回は1月に登場する新たなゾイドを紹介しよう。パワーとスピードを生かし単独での攻撃が得意なゾイド、ファングタイガー。サーベルタイガー種のゾイド、2本の巨大な牙スインドファングをむき出しにして、低く構えた姿勢から前方に振り下ろして敵を両断する。ボルトシックル、長く鋭利な2本の牙は敵に深く突き刺さる。スインドファング、背中からむき出す2本の大きな牙、敵を切り裂き突き刺す。エレキジェネレーター、1000万ボルトの稲妻を発生させる。それでは早速復元開始だ。やっとファングタイガーが出るな。よし、復元の書は左側で生態図鑑を見ながら右側で組み立てることができる。ゾイドは組み立てるのにニッパーも接着剤もいらない、リアルムービングキットだ。骨格形態復元完了だ。早速動かしてみよう。よし、動いた。それでは復元再開だ。アーマーをつけていこう。ファングタイガー復元完了だ。それでは早速動きを見てみよう。見せてもらおう、ファングタイガーの本能を。ワイルドブラスト、ドラブリ。2本の巨大な牙スインドファングをむき出しにして、低く構えた姿勢から前方に振り下ろして敵を両断する。ワイルドライガー、ハンターウルフ、ファングタイガーでデスレックスに立ち向かえ。これがファングタイガーだ。続いて紹介するゾイドは、反射神経の鋭い小型ゾイド、スパイです。ゴケグモ種のゾイド、8本の鋭い足、ベノムスパイクで俊敏に移動する。ベノムスパイク、運動性に優れ、毒線の通った8本の足、先端は刃物状になっており、ワイルドブラスト時に敵に突き刺して体内の毒を注入する。フラップ、飛行時のステアリングに使用、上部左右に分かれている。通常時フラップは開閉が可能だ。ジェット噴射口、短距離の跳躍に使用、デススレッドを霧状に勢いよく噴射する。ジェットアンカー、先端からデススレッドを噴射する。ジェットアンカー自体を射出し、自然物に引っ掛けながら移動も可能。それではスパイデスの復元開始だ。ゾイド初心者のみんなは発掘見取り図にパーツを置いて形をチェックすると簡単に組み立てができるぞ。スパイデスの骨格形態復元完了だ。早速動きを見てみよう。スパイデスの起動骨はここなんだが、このお尻のジェットアンカーを使ってゼンマイを巻く。こう、よし、では動かしてみよう。おお、もう雲だな。足がしっかり動いてる。見えるかな、この動き。かっこいいね。それでは復元再開だ。アーマーをつけていこう。スパイデスの復元完了だ。動きを見てみよう。このお尻のジェットアンカーを使って起動骨を巻いていく。いいね。実はスパイデスは糸を使って移動するんだが、お家にあるこういうタコ糸を使ってスパイデスに糸をつけることができるんだよな。このように両側を輪っかにする。この糸をこのスパイデスの鼻の部分、まずこのフラップを取り外す。そしてジェットアンカーも取り外す。するとこの中に
糸を結べる棒が通ってる。ここに糸を通して、そして反対側の輪っかに輪っかを通す。こうだね。これでスパイデスに糸を結ぶことができた。今度はこのジェットアンカーのこのスペースに糸をこのように通す。そしてこの先端に引っ掛けることでこれも固定できる。ジェットアンカーの先端はフックになっていて、どこかに引っ掛けることができるんだ。スパイデスに糸をつけることができた。見せてもらおう、スパイデスの本能。ワイルドブラスト、スパイダーポイズン。テキゾイドに勢いよく飛びかかり、刃物状に尖ったベノムスパイクと胸郭を突き刺して毒を注入する。これがスパイデスだ。1月はこのファングタイガーとスパイデスを手に入れてくれ。見せてくれ、君たちの本能を。みんなチャンネル登録よろしくね。